暖かくなってきて、ね、だんだんちょっと北の方に移動していくからね、うん、だからこの辺と、あと俺の壊れだからやっぱり買ってもらいたくて、角じゃねえから、うん、なぜ分かんない俺さ。今年で決まるわけじゃないから、もう何十年っていう多分付き合いになったと思うんですよね。おそらく他のああいう何ですか、チェルノブイリにしろ何しろ、ああやってもう戻んねえわけだから、そしていろんなことやってるみたいだけども、やっぱり、うん、福島でもやっぱりそういうできる限りのことは、うん、やんなくちゃいけないなっていう気持ちで、だからみんなにもやっぱり、いや俺今年つくんでから、あ、マガネンダッツして言いだったらそれはダメだよって言ったの。本当はこの土地を安心して使えるような格好にしてもらいたい。飯田でとかあれとこでみんなやっぱり除染するじゃないですか、全部削ってやるわけだ。本当は私らもやってもらいたいの。要はこんなのだって私らの責任じゃないでしょ。98.4% は50ベクレルを下回るお米ということで、なので23年産もですね、福島県全体として見たときにそういう点では非常に問題があるということではなくて、大半は本当にその安全なお米が生産をされたということだと考えています。はい、福島の方はお米の方もですね、同じように、検査をしまして、安全性を謳いながら今販売しているところでございます。お米はそうですね、そんなに心配しないで買ってますけど、私は県職員で働いているので、仕事の面を考えると今あんまり福島県産のものはやっぱ子供に食べさせないようにして、県外のものを子供に食べさせて、あんまり親は気にしないように食べてはいます。現実に福島の農家の皆さんが生産に取り組んでおられる水田とか畑ですね、そういうところというのは除染、それから吸収抑制、そういうような取り組みは進んでいくわけで、それがいつかということを私が明言できるということはできませんけれども。